エリック・ラドフォードは、カナダ出身の男性元フィギュアスケート選手。パートナーは、メーガン・デューハメル、レイチェル・カークランドなど。夫は、フィギュアスケート選手のルイス・フェネロ。2018年、ピョンチャンオリンピック団体選金、メダリスト、ペアドーメダル。2014年、ソチオリンピック団体選銀メダリスト。2015年、2016年世界選手権優勝。 2014年グランプリファイナル優勝。2013年、2015年4大陸選手権優勝。2015年世界選手権2010から2011シーズン新たにメーガン・デュハメルトのペアを結成した。スケートカナダでは出場した3組のカナダペアで一番下の成績だったものの、カナダ選手権では2位となり4大陸選手権と、 世界選手権の代表に選出された。四大陸選手権では SP で3回転、ルッツ、FS で3回転フリップのソロジャンプを組み込んだ。スロージャンプでも、ルッツとフリップを入れる高難度の構成を、ほぼミスなく滑り切り、新結成のペアながら銀メダルを獲得した。世界選手権の SP では、ツイストリフト中にデュハメルの肘が鼻に当たり、 鼻血が出たものの最後まで演技をしない、総合でも7位となった。2011から2012シーズン、グランプリシリーズは、スケートカナダとエリック・ボン・パール杯で3位となり、初めて、グランプリファイナル進出を果たした。また、カナダ選手権でも初優勝。4大陸選手権では、SP の出遅れが響いてメダルは逃したが、世界選手権では、自己最高の5位入賞となった。 2012から2013シーズン、グランプリシリーズは2戦ともに2位。グランプリファイナルは前年より順位を一つ上げ4位。カナダ選手権では2連覇。4大陸選手権では ISU 主催の大会で初優勝。世界選手権は SP、FS ともにパーソナルベストを更新し3位。5年ぶりにカナダに世界選手権のメダルをもたらし、4年ぶりに カナダの出場枠を3枠に増やした。2013から2014シーズン、自身のコーチで2006年に亡くなったポール・ウィルツに捧げる曲を作曲し、SP に使用。3シーズン連続で、スケートカナダとエリック・ボン・パール杯イに出場。グランプリファイナルでは5位だった。カナダ選手権では3連覇。ソチオリンピックでは SP に出場し2位で、銀メダルを獲得した。 世界選手権では SP、FS ともにパーソナルベストを出す演技で2年連続の銅メダルを獲得した。2014から2015シーズン、スケートカナダでグランプリシリーズ初優勝。NHK 杯でも優勝した。グランプリファイナルではスロー4回転サルコーを初成功。カナダのペアとしてはジェイミー・サレー、デビット・ペルティエ組以来13年ぶりの優勝を果たした。 カナダ選手権は4連覇。2年ぶりに出場の4大陸選手権でも優勝。世界選手権では SP1 位、FS1 位の完全優勝を果たした。2015から2016シーズン、グランプリシリーズで2連勝。連覇を狙った、グランプリファイナルでは2位だった。カナダ選手権では最多タイの5連覇。4大陸選手権では、 デュハメルの体調不良を理由に FS を棄権した。世界選手権では連覇を果たした。カナダペアの連覇は56年ぶりのことである。2016から2017シーズン、グランプリシリーズでは3シーズン連続でスケートカナダと NHK 杯で連勝した。カナダ選手権では史上最多記録となる6連覇を果たした。世界選手権は 右股関節の痙攣を理由に3回転ルッツを外して挑んだ。SPFS どもに7位、総合でも7位で5年ぶりに表彰台を逃した。2017から2018シーズン、長年支持したチャードゴーチへと他元を分かった。そしてブルーノ・マルコットをヘッドコーチに据え、ジョン・ジ・マーマンとジョン・ケアーのサポートを受けると発表した。スケートカナダで優勝、事前のスケートアメリカで3位となり、 7年連続の出場となったグランプリファイナルでは3位だった。カナダ選手権では7連覇を達成し2大会連続の五輪出場を決めた。ピョンチャンオリンピックでは団体戦で SP2、FS1 位となりカナダチームの金メダル獲得に貢献。団体戦ペアフリーのわずか3日後に行われた個人戦では SP3 位。 FS2 の総合3位となり銅メダルを獲得した。4月25日に正式に引退を発表した。2014年12月4日、ゲーであることをカミングアウトした。ピョンチャンオリンピック団体戦で金メダルを獲得したことにより、ゲーをカミングアウトした初めての冬季オリンピック覇者となった。音楽作曲活動も行っており、2013から2014年、 ソチオリンピックシーズンの SP プログラムに自ら作曲したトリビュートを起用したり、2016から2017年には男子シングル選手、パトリックちゃんの FS に自作曲、A Journey ーーを提供している。2017年6月10日、恋人でありスペイン代表のアイスダンサー、ルイス・フェネロにプロポーズをし婚約した。2018年6月、自身が育ったオンタリオ州。 レッドレイクの通りがエリック・ラド・フォードウェイと命名された。2019年7月、フェネロの出身地にほど近いスペイン北部で結婚式を挙げた。詳細、編集詳細、編集。ありがとうございます。